あの、ちょっと、少し、え蝶野さん、羨ましかったです。それがですね、まあ、自分がその、方眼さんを見た最後、になってしまいました。まあ、まだ死んでないんですけども。船木正勝です。今回も質問フォームになります。はるく方眼について語ってください。ちなみに、WWF 時代の入場曲、リアルアメリカンより、 新日時代の入場曲、ギャラクティカのテーマの方が好きです。古田一郎アナウンサーの実況、現代にみえったネプチューン、アックスボンバー、三サ叉サの矢、三サ叉の矢って言うんですかね、が忘れられません。という質問ですね。えー、はるこほうさんです。えー、ちょうどですね。 1982年、まあ、自分が13歳の頃なんですけども、その、初代タイガーマスクのファンになって、で、新日本プロレスをですね、あの、正式にその毎週見るようになった時に、ええー、いたですね、一人の外国人レスラーですね、それがハルク・ホーガンさんでした。に、そこにその自分がその、目が行ったんですけども、なぜかというとですね、その、当時、その、新日本プロレスの長だった、ええ、アントニュイノキさんをですね、その、倒したレスラー、ということで、 あの、注目するようになりました。あの、この、猪木さんをですね、その、病院送りにしてしまったという、その、事件、まあ、事件的な感じだったんですけども、お昼のワイドショーでも、え、取り上げられてですね、まあ、全国的に話題になり、なっていました。そして、まあ、その、ホーガンさんなんですけども、自分がその、ある映画をですね、その、見に行きました。あの、ロッキー3、シルベスター・スタローンさんのロッキー3ですね。そしたら、その、ロッキー3、 にもですね、その、まあ、ロッキーは好きです。見ていたんです、見ていたんですけども、そのロッキー3にも、えー、ホーガーさんがですね、出てきました。あの、プロレスラー役でサンダー、サンダーリップスっていうんですかね。あの、まあ、ロッキーと、主人公ロッキーとそのエキシビジョンをする、えー、プロレスラー役だったんですけども、あの、なんか、当時は新日本プロレスではその、正規軍ですね、あの、日本の正規軍についていたので、なんとなくですけども、その、 ロッキーと戦う、その、えー、ホーガンさんですかあの、なんか悪者みたいで、しかもその、プロレスラー役なのにサンダー・リップスって変なその名前も付けられてですね、なんかちょっとかっこよくないなと思って、そのファンの時代ですね、見,見てた記憶があります。なんかその映画の、えー、ホーガンは、その、実際のホーガンとう違うっていうのがすごく嫌だったと。そういう気持ちですね、見,見てたんですけども。まあどうして、 えー、まあ、その、スタローンさんの映画にそのホーガンさんが出るようになったか、ちょっと調べたんですけども、えー、テリー・ファンクさんですね。テリー・ファンクさんに、以前その、ロッキー、スタローンさんが共演した、テリー・ファンクさんと共演してて、その共演したテリー・ファンクさんに、映画に使いたい、その、レスラーが、レスラーが欲しいと、映画に使いたい、大きいレスラーをこう、紹介してくれと言われて、それで、えー、テリーさんが、ああ、スタローンさんにホーガンさんを紹介して、 まああのロッキー3のですねあのサンダリプス役になったというふうに聞きましたあのまあ自分としてはあんまりそのこの映画のホーガンさんは好きじゃなかったんですけども、まあ、この映画ですね映画がきっかけでその全米で大人気なになったとプロレスラーとしてですねまあそんなあのホーガンさんですなんですけどもあの生でですね初めてその遭遇することになったのがですね 1983年、えー、自分は14歳の時ですね、えー、11月の22日です。広崎市民体育館、えー、新日本プロレス、初観戦の日ですね。一番最初にですね、あのー、まあ、その時はちょうどタイガーマスク、初代タイガーマスクの、えー、サイン会もですね、広、え、崎、ー、の伊東洋華堂というそのショッピングセンターで行われていたんですけども、ちょうどその時は自分はその学校放課後終わって、 えー、まあ、ギリギリその新日本プロレスの興行に間に,間に合うかなっていう感じだったので、行きま、行けませんでした。あのタイガーマスクのサイン会は行けませんでした。まあ、それで、まあ、ギリギリですね、本当に走って、走って行きましたね。あの体育館まで。それで、えー、着いたらちょうど外国人バスがですね、やってきました。で、えー、まあ、あ、外国人選手が出てくるんだなと思ったら、 待ってましたね。そしたらですね、一番最初にそのホーガンさんがこう歩いてきましたね。大きかったですね。あの、2メーター。まあ、約その2メーターということで、あの、まあ、自分当時14歳って175ちょっとあったんですかね。でも、それ以上にその20、20センチ以上その上を歩くわけですから。 あの、長く見えました。テレビで見るよりも、こう、長い、長いですね。こう、本当に長い。体が長いな、っていう風にこう見えて、それがこう、あの歩、歩く時もなんかその、ゆっくりですね、大きな物体がこう、歩いてきた、という感じで、で、えー、近づいてきてきてきて、近づいてきて、近づいてきて、こう、やっぱりその、触りたいんですね。あの、触ってしまいました。あの、腕ですね。腕をこう、触って。 たらですね、当時の自分の太ももぐらいありましたので、まあ、あハルコーガンさん、多分45以上、50センチぐらいは多分ある,あるんじゃないですかね。ものすごい太くて、自分の太ももを触ってるような感じの、えーえー、腕でした。で、硬かったです。おそらく、ちょっとこう触られると思ったんで、力をこうグッとこう入れたんじゃないですかね。ものすごいカチカチの腕でした。 太ももぐらいの太さですね。それでこう歩くときにこう揺れる金髪ですね。あれもなんか初めてその、あの、見た感じですね。外国人の金髪っていうかですね、その揺れる金髪っていうのがものすごくこう綺麗に見えましたね。体も大きいし。 で、まあ、いろんなその外国人選手、えー、その日、出場する選手が通り過ぎて、最終的にですね、ちょっと時間を置いて、えー、出てきた、最後に出てきたのがですね、アンドレさんでしたね。大きかったですね。暗闇の中をこう、山が、まあ、山って歩かないんですけども、その山がですね、こう本当に人間山脈ですか、えー。山がこう、スーッとこう、近づいてくる感じで、さすがに、えー、怖くて、触れなかったですね。 ま、やっぱりですね、あの、実際にその、テレビで見て気になって、で、こう、初めて見て、見るとですね、やっぱファンになってしまいましたね。あの、ホーガーさんの、その後ホーガーさんの、えー、レコードも <laughs> 買いましたね。あの、買いました。なんか、歌ってるやつですね。えー、そして、まあ、そんなファンになって、まあ、ファン、ミーハーやってたんですけども、翌年ですね、1984年、えー、自分もですね、プロレスラーになってしまって、それであの、新日本プロレスに入門します。 で84年のですね、四月に自分に入門で、で、6月の14日ですね、ちょうどその、えー、自分たち、新弟子が、ついて、それで、あの、初めて行って、大宮スケートセンターから巡業に参加したんですけども、えーまあ、ちょうどその、東京に、えー、先輩たちが帰ってきて、そその次の日からですね、大宮から参加して、最終戦がですね、第2回 IWGP の決勝戦。 えー、倉前国技館ですね。猪木方眼戦ですね。これが決勝でした。まあ、前年その猪木さんが病院送りされて、まあ、そのリベンジという形でですね、その方眼さんを倒すかっていう形でこう行われてみんながおそらく猪木さんが方眼さんを倒して、えー、IWGP チャンピオンにですね、なる姿をその想像しながら応援したと思います。 なんですけども、残念なことにですね、長州さんが、あの、乱入をして、で、ホーガンさんに、ラリアットをしてですね、で、ホーガンさんが倒れてる最中に、猪木さんが、リングに上がって、リングアウトガチという、なんかちょっとこう、さっぱりしないですね、その、ラストになってしまって、そこで、えお客さんがですね、怒ってですね、 暴動を起こしてしまいました。まあ、初めての暴動、蔵前の暴動ですね。あの、まあ、暴動、まあ、他でも言ったんですけど、暴動の日はですね、やっぱりそのいろいろと、その、やることがたくさんあって、まあ、自分はその時、長州さんについて、そのタクシーの中にですね、長州さんを送り込めと言われて、それでこうガードして送り込んで、その後はもう暇でずっと待ってたんですけども、 あの、合宿場組はもうすぐにいい、もう帰って、それで、ええー、いいと言われて、ね、それで合宿場組で、こう、帰、帰るんです。そのバスを、そのバスにも、やっぱその新日本プロレスと、あの、マイクロバスで新日本プロレス帰ってますので、バスの間もものすごく、その罵声をですね、浴びせられた記憶があります。であの、暴動の日はですね、やっぱりちょっとその遅く帰ってしまいますので、ちゃんこがなしで、まあ本当、本来であれば、帰ってちゃんこ版がちゃんこを作って、ちゃんこを食べるんですけども、 結構1時間、1時間半ぐらいですね、遅くなりますね。あの、両軍の時も蔵前の時も両方ですね。なので、えー、特別にファミレスで、えー、みんなでその食事をするということで、まあ自分は逆に、たまにこう久し、久,あの久しぶりにですね、外の食事が食べれるということで、暴動の日は、あ嬉しい、あのー、なっていう、そういう記憶がありました。そして、まあその後ですね、まあ新日本プロス時代、何回か多分、ホーガンさん来たと思うんですけども、 おそらく当時 WWF でその売り出しがですね、バーッとこうー本格的になってきて、全米サーキットに入ったんですかね。あんまりその見た記憶がないですね。来てたのかと思ってま調べたら何回か来てたんですけども、ほとんど記憶になかったです。で、まあおそらく自分の試合でも精いっぱいだったと思うんですけどね。で、次にですね、ホーガンさんを見たのが、 えー、1991年になります。だいぶ後ですね。あの、まあ、自分も22歳になり、SWS ですね。えー、藤原組。で、WWF と、あの、提携してた時代ですね。ちょうどその、あの、その時、藤原組も、東京ドーム大会と神戸大会で二つですね。あの、提供試合ということで、提供試合じゃないですね。まあ、自分と何人かあ、藤原さんも含め、 藤原組の選手が、その、特別出,出場ですか。ということで、ドームと神戸、両方とも一緒だったんですけども、あの、ドーム大会はですね、さすがにその、広いので、ホ、えー、賀さん見ることができませんでした。で、あの、神戸大会ですね。神戸大会は、えー、あの、まあ、あの、ドームほど広くはないので、まあ、えー、入場する場所も2つしかありませんので、 まあ入場する場所が自分らその同じだったので、まあホーガンさんをですね、廊下で見て、わ黄色いあのコスチュームですね。ああ、こうなんだ、と、久々に見て、やっぱり2メーターですね。体も大きいし、なんかすごくその、昔見た時よりも、あの、一段とですね、スターになってこう輝いてたなと思ってしまいました。そして、まあその後ですね、まあ自分はその藤原組パンクラスっても別の方向に行ってですね、で、 まあ、ホーガンさんは、ええー、まあ、WWE ですかの大スターになってこう上がっていくんですけども、次にホーガンさんと自分が交わったのは12年後です。神戸から12年後。まあ、自分引退して3年経ってました。で、なんでそのあったかというと、その場所はどこかっていうとですね、新日本プロレス。2003年のです、ね、10月の13日、新日本プロレス東京ドーム大会。 アルティメットクラッシュですね。この、この、アルティメットクラッシュに、あの、パンクラスからですね。まあ、自分の団体だったパンクラスから、鈴木みのると、高橋よしき、そして渋谷おさみの3選手がですね、あの、特別に出場するということで、ちょうどその、パンクラスルールで、高橋選手と渋谷選手が試合をしてます。その2つの試合を、自分がこう、解説をですね、本部席でしたと。 まあその時にはその、まあ、ホーガンさんがいるということで、やっぱりその、えー、ファンですから、もう、もう引退してですね、ちょっとやっぱりその、会ってみたいと。そして、えー、写真を撮りたいということですね、あのー、シニオンプロセスの事務、事務、事務所に相談しました。そしたら、あのー、特別に試合の前にあ会ってくれるってことですね、行きましたね。で、自分をエスコートしてくれた人が、 えー、当時、その女子プロレスラーのですね、レジベネットさん。ものすごいこう、体が、すごい体のですね、胸も大きい、体も大きい、すごい、あのボヨヨ、CM で、ヨよよん、胸をこう揺らして、ぼよよん、でやってるそのレジベネットさんが自分をエスコートしてくれて、そしてホーガンさんの控え室にですね、連れて行ってくれましたね。で、あのー、総合格闘技、マーシャルアーツ、 ミックスマーシャルアーツの選手として、まあ、ヒクソン、ヒクソン選手と戦ったというイメージですそれで、ミックスマーシャルアーツの選手だということで、あの、自分をですね、ホーガーさんに紹介してくれました。で、まあ、久しぶりにその、まあ、面と向かって、こう、初めてですね、その、こう、お話をする機会があったので、なんかそう緊張してしまって、それでもやっぱり写真を撮ってもらいたい。 あなたですものすごい自分ファンなので写真を一緒に撮ってくれますかって言われたらもちろんっていうことですね。あの、あの、ロッキー3の最後、シルベスター・スタローンさんと撮るような感じですね。もちろんっていうことを一言言ってくれてそれでこう、二人でこう並んで写真を撮ったんですけども、ちょっと失敗をしたのがですね、ちょうどその、そ,とその日は、えー、解説で、 その、言っててですね、まあ、解説をするときに、顔が、ま、一瞬映るだろうということで、当時は、あの、芸能活動をしていましたので、あの、メイクをですね、テレビに出るときは必ずその、メイクをするという、その、あの、習慣があって、で、メイクをした顔でですね、ホーガーさんとこ写真を撮って、で、自分顔だけちょっと浮いて、 浮いて映ってて、ものすごくなんかすごく嫌な写真になってしまいましたね。まあなかなかその、あの、憧れの人とですね、撮るときっていうのは、綺麗な写真になる、ならないんだな、とですね、あの、感じてしまいました。ので、まあそんな写真はもう、どっか行ってしまいましたね。なんか、どっかに多分あると思うんですけども。えー、まあその後ですね、まああの、自分は高橋選手の試合と、 あと、渋谷選手の試合ですね。それで、その、柴田、村上戦を見て、まあ、その後ですね、えー、その日の、多分セミだと思うんですけども、蝶野正弘対春区方眼戦をですね、生でですね、会場の一番後ろから見て、えー、帰りました。あの、ちょっと少し、蝶、えー、野さん、羨ましかったです。それがですね、まあ、自分がその方眼さんを見た最後になってしまいました。ま,あ、まだ死んでないんですけども。 えーまあ、自分の中ですね、あの、一番好きなホーガンさんの試合っていうのがありまして、あの、1990年4月の13日、東京ドームで行われました、あ日米レスリングサミットの対スタンハンセン戦ですね。これがですね、すごく好きで、あのー、久々にその日本でですね、試合をして、で黄色いコスチュームなんですけども、一番をですね、言ってくれて、それであの、アックスボンバーですね、 で、ハンセンさんを倒したという、そんな試合なんですけども、まあ、ハンセンさんは一発もラリアットを出さないで、自分の必殺を出さないかったので、まあ、その、ホーガンさんに負けたという、その、まあ、そこがこの試合のミソかなと思いましたね。すごく大好きな試合です。えー、このホーガンさんの必殺技、このアックスボンバーなんですけども、えー、一番最初ですね、見た時は、あの、ラリアット。ラリアットの 曲げた状態がアクスボンバーということで何が違うんだってその思ったんですけど、やっぱりそのホーガーさん実際に見て、こう触ってみてですね、あの腕の太さですね、多分50センチ以上あるような、そのぐらいの太さ、あの腕でやられたらやっぱりその効くだろうと説得力がある腕をしてました。で、その海外ではですねそのせ、その必殺技が なぜかそのギロチンドロップなんですね。走って、こう、足を落とす。足で首に、その、落とす。あの、ロッキー3の影響かなと思うんですけども、あの、アクスボンバあんまり向こうでは必殺技じゃないみたいですね。そして、今回のこの質問でもある、そのホーガンさんの入場曲なんですけども、リアルアメリカン。何曲かある中で、やっぱりリアルアメリカン、それから、 ギャラクティカのテーマですね。まあ、自分は、両方とも合ってると思いますし、あの、リアルアメリカンのホーガンさんも、あの、好きですね。かっこよくて。で、やっぱりその、ギャラクティカのテーマはやっぱ、新日本プロレスの一番、一番ホーガンですね。一番ホーガンのイメージで、やっぱそのリアルアメリカンは WWF の黄色い T シャツを破るホーガンさんのイメージですね。ああ、T シャツといえばですね、まあ、ホーガンさんのコスチューム。 一番最初はその一番時代は黒じゃないですか。それであの次がそのー WWE で黄色、WF ですね。で WWE かなんか赤になった時もありますね。で、ロッキー3では白。で、青いコスチュも着ったホーガンさんもあの見たことがあるので、まあ、き基本何を着ても、何色着ても似合うなと思います。あの顔とあの顔ですね。金髪に髭 で、あの、肉体、あの、肉体美の体型2メーターと、あの、足が長くてですね、シリエット、やっぱ素材がいいので、やっぱ何着ても、何色着ても似合うなと思いました。で、えー、ベビーフェイスでも、いいもんでも、ヒール、悪もんでも、どっちでも大丈夫です。ので、まあ、おそらくその、いいもの悪者とっていうその役にですね、入り込むのがすごくうまいのかなと思うんですけども、 えー、1989年にですね、その役者として、えー、公開されました、ホーガンさんの主演映画ですね、ゴールデンボンバーっていう映画が,あがあ出て、で、自分すごく、あの、期待をしてですね、ビデオを借りてみました。あんまり面白くなかったですね。なんかあの、ホーガンさんのキャラクターもあんまりなんか合ってないような感じで、なんか、なんか、その、まあ、ロッキー3と比べると、 ちょっと下手くそ、下手くそにですね、見えてしまいましたね。まあ、あの、映画だとやっぱりロッキー3のような脇役、悪役脇役の方がいいのかな、というふうにですね、思いますね。ももしかしたらわ、悪役の方が似合ってるんじゃないですかね、映画、映画の中だと。まあ、そんな感じがしました。でもですね、やっぱりそのプロレスラー、ハルク・コーガンさんはプロレスラーです。あの、90年代ですね、その、WW、 FWWE がですね、この成長していく、世界にこう出ていくときに、あの、最も活躍したプロレスラーが、このハルク・ホーガンさんだと思ってますね。まあ、その後も WWE になると、ロックさんですね、ザ・ロックさんなんかも、あの、今ではそのハリウッド映画ですね、主演をして、そういうとこ買うって、まあ、世界的スーパースターになってるんですけども、やっぱそのホーガンさんはやっぱりどちらかというと、そのプロレスで、 えー、映画よりもそのプロレスで,ですね、ントツプロレスで世界にそのプロレスを広めたですね、世界一有名なプロレスラーじゃないかなと、と自分は思っています。えー、まあ WWF、WWE の方がこう先行してるんですけども、やっぱり自分はですね、ギャラクティカのテーマに乗った、えー、一番時代のですね、ハルクホーガンさんが一番良かったなと。まあ日本人なので、あのー、 その時のホーガーさんが一番好きだなと思いますね。あの、黒タイツに一番、そしてこう、ホーガンさんにその一番、入場の時一番ってこう言わせた、誰の間だったんですかね。すごくいいなと思いますね。新日本プロス。えー、まあそんな、あー、ハルクホーガーさんなんですけども、えー、今年ですね、70歳にして、 25歳年下の女性ですね。45歳の女性と3度目の結婚されるとのことをニュース、先日見ました。やっぱりですね、世界のスーパースターはあー全てにおいてすごいです。超人ですね。以上です。今回はハルク・ホーガンさんでした。ご視聴ありがとうございました。